怪談百物語第2章。天井の覗き用に、夜中にトイレに入ると天井からきしむ音とともに赤い目の妖怪が覗き込む。この天井の覗き用には無防備な人々を狙い、じっと見つめる。その目を一度でも見てしまうと、以後夜中にトイレに行くたびにその視線を感じる呪いにかかる。ある家族はその呪いに悩まされ、引っ越しても逃れられなかった。この話を聞いた人々は、夜中にトイレに行くことを避けるようになり、天井を見上げないよう注意している。終電トンネルの影。終電に一人で乗っていると、トンネルに入った瞬間に窓の外に影が見える。終電トンネルの影は、乗客の心の闇を映し出し、見たものを現実と悪夢の境界に引きずり込む。ある女性は影を見た後、悪夢に悩まされ行方不明になった。この話を聞いた人々は、終電に一人で乗ることを避け、トンネルに入るときは窓の外を見ないよう注意している。朝霧の庭の妖精。朝早く庭に出ると、朝霧の中で小さな光が揺れていることがある。それは、朝霧の庭の妖精と呼ばれ、夜明け前に現れて庭の花々に魔法の粉を振りかける。妖精を見た者は幸運に恵まれるが、声をかけてはいけない。声をかけると妖精が驚き、その者も夢の中に迷い込み、夢と現実の境界が曖昧になる。ある少女が妖精に声をかけてから奇妙な夢に悩まされるようになり、人々は妖精を静かに観察するよう心がけている。ろうそくの寺の使者。古びた寺には、毎晩ろうそくを灯す儀式が行われ、夜になるとその灯りに誘われて使者の霊が集まる。霊たちはろうそくの周りで静かに佇み、何かを語りかける姿を見せる。その姿を見た者は霊の未練を感じ取るが、触れてはならない。ある若い僧侶が霊に触れ、死者の世界に引きずり込まれた。この話を聞いた人々は、夜に寺を訪れることを避け、ろうそくに近づかないよう注意している。影風鬼。影風鬼は、暗夜に現れる妖怪。この妖怪は、漆黒の影に覆われた体を持ち、風のように素早く動く特徴がある。また、その能力は相手の影を操り、恐怖を与えることができると言われている。五星は冷酷かつ狡猾な性格を持っているともされている。以上になります。ご清聴ありがとうございました。夜、寝る際は、どうぞお気をつけくださいませ。